サタルトサイト見てたらウイルスに感染してここに電話かけろって言われました。電話かけてもらえませんか。まだいんのこれ、海外のやつの詐欺あれでしょ。なんかフィリピン人がなんか日本人を一時期流行ったんだよ。エロサイトとか見たらウイルスがあなたのパソコンに入りましたってこちらに電話してなんかあのウイルスを駆除する方法を聞いてくださいみたいな。でこれ電話かけると有料の3万円か5万円かするウイルスを駆除するソフトを買わされるんだよ。ちょこれかけて一回。今もあるのこれ。滅んだと思ってたんだけど。ただインターネット経由でおつなぎします。あこれ確かなんかめっちゃ電話料金取られるぞ。出ないな。あもしもし、もしもし、はい、マイクロソフトからミラと申します。はい、どうぞ。あすいません、なんかあの不審なアクティビティが出たっていうことで電話かけました。はい、お客様はこの問題はいつから出てきましたか。今です。これは初めて出てきましたか。はい、お客様そこでエラー番号書いてありますか。はい、一回エラー番号教えてお願いします。 AP、数字の7、はい、次は M977 数字の7、数字の9です。私がチェックします。しばらく待ちお願いします。はい、ほらね、お前ら言ったやろ。お客様この問題はパソコンでインターネット使うとき出てきましたか。はい、エロサイトなんですけど。わかりました。お客様この問題は解決するために遠隔操作は欲しいんです。よろしいでしょうか。はい、解決ができるんですかね。これ無料ですか。これは、はいはい、お客様一回私はチェックしたいんです。あ、はい、少し問題、はい、少し問題はあったらこれは無料です。でも大きい問題はあれば、はい、その場合はお金がかかります。あ、わかりました。はい、キーボードの左側の一番下どんなボタンですか。キーボードの一番左側の下は、コントロールキーです。はい、コントロールの右隣はどんなボタンですか。Windows マークです。はい、この Windows マークボタン押しながら、はい、ローマ字の R ボタン同時に押してお願いします。はい、押しました。今画面で左下に小さな画面出てきましたか。はい、出てきました。ここで私が言う通りに録音してお願いします。はい、わかりました。これみんなね、言う通りにやるとパソコン乗っ取られるからね。はい、www、 はい、次はドットドット、はい、ドットはひらがなのルーのところです。はい、ドット打ちました。はい、ドットの次は数字の59、数字の5、はい、の次は5の次は数字の9、数字の9、はい、はい、その次は数字の27、数字の27、はい、その次はドットマレーシアの M、 マリオの M ですか。はい、はい、M の次はイングランドの E、 エッグの E、はい、イングランドの E だけです。イングランドの E、I、はい、I、 E、 I じゃなくてイングランドの E です。ABCDE の E ですか。はいはい、そうそうそう、はいはい、今間違えないように最初から最後まで読んでお願いします。 www5927ME です。お客様 www の次はドットですね。あ、すみません、ドット、すみません、申し訳ないです。ドット、入れました。www.5927ME です。お客様5927の後ドットですね。あ、はい、わかりました。ドット入れました。はい、今下に OK ボタンでクリックお願いします。 OK、 はい、OK でクリックお願いします。クリックしましたか。はい、クリックしました。画面変わりましたか。はい、どんな画面見えますか。なんか英語で出ちゃってるんですけど。お客様はマイクロソフトの画面見えますか。はい、はい、真ん中で見えると Your name のところ見えます。え、 Your name、 あ、 Your name、 あ、見えます。 Your name 見えます。はい、てか俺このパターン初めてなんだけど、怖いんだけど。お願いします。ローマ字で名前を入れたらいいんですか。はいはいはい。え、これ名前ってフルネームですか。はい、お客様どっちでも大丈夫です。あ、じゃあ枝はじめです。はいはい、今右隣でサポートところ見えますか。サポートキーですか。はい、サポートキーは私が言う通り入力してお願いします。え、これ怖いな。これ何、どうなんのこれ入れたら。ちょっとここ怖いな。はい、もし、はい、サポートキーは最初は649、はい、649、はいはい、その次は942642。いえいえ、642じゃなくて942。ああ、692。お客様、これは6じゃなくて9、
942。え、つまり642ではないのでしょうか。はい、お客様急はないんです。ああ、そうでした。すみません、申し訳ないです。はい。間違えました。はい。今右隣でコンティニューのボタン見えますか。はい。クリックお願いします。押したらどうなりますかね。お客様、これで押すと我が医者のからお客様のパソコンのつながります。その後私は一回全部問題チェックします。これ押すと僕のパソコンにつながるんですか。はい。怖すぎ。これパソコンつなぐっていうのはその僕のパソコンの中身が見られるってことですかね。はい、その後私は全部問題チェックします。はいはい。すみません、僕ちょっとパソコンの中に重要な書類とか入ってるんですけど、それも見られちゃうってことですかね。いえいえ、お客様は、私はお客様の目の前でお客様のパソコンの問題だけチェックします。今パソコンが勝手にいじられるってことですか。動くってことですか。あなたが僕のパソコンを動かすってことですか。いえいえ、お客様は私のパソコンを動くことができないんです。私はお客様のパソコンの問題だけ見ることができます。すみません、ちょっと お名前よろしいですか。はい、私の名前はミラです。ミラさん。はい。いや、ミラさん、これ詐欺でしょ。いえいえ、そんなことはないです、お客様。いや、詐欺だよ。だって遠隔操作する必要ないやん。お客様、私は問題はチェックしたいんです。なぜこの注意の画面は出てきました。これだけです。いや、っていうかこれニュースになってるから、ジャパニーズニュースで詐欺だから、気をつけてくださいってニュースになってるからね。お客様、そんなことはないです。いや、そんなことあるから遠隔操作必要ない。でしかもサイトにねアクセスしただけでウイルス入ってないから、これ、うん、これはマイクロソフトのページ見えますか。いや、見えるけど、だからエラーコードが書いてあったページは、これそもそもだウイルス入ってないんだって。入ってないのにウイルス入ってるっていうサイトで警告して電話かけさせてるんでしょ、おたくら。お客様、これはお客様の判断です。いや、もうそうやってジャパニーズニュースで出てるから、日本人騙すんじゃねえぞ。おい、そんなことはないんです。日本人ダンスな、このボケ分かるから。お客様、この問題は解決したいんですか、したくないんですか。だから解決したいけど、おたくらがだからそうやって詐欺するから今これ注意しに来たんだよ俺が。お客様、うん、私は東京から話しております。東京から話してる。はい、東京から話してるから何なの。はい、だから詐欺するなっつっての日本人。これね、老人とかが騙されてニュースになってるんだよ、みんな分かる。お客様、お前さ、ね、老人騙して、はい、それで稼いだ金で給料もらって、お前それでいいの、ミラ、それでいいの、ミラ。お客様、これはお客様の判断です。いや、だからお客様の判断じゃなくて、ね、ミラ、はい、これは詐欺なんだよ。ミラがやってることは詐欺なの。お客様、はい、今この問題は解決したくないんですね。なんだ、ミラがこういうことをやめてくれないと俺は嫌だ。詐欺しないで、本当、日本人騙さないで。お客様、今日本人はないんです。はい、お客様、明日日本人から話すことができます。だから明日電話してください。明日電話すると日本人と話せれるの。はい、 いやそうじゃなくて、だからミラが詐欺に加担してるのがダメだっつってんの、聞いてる。お客様、明日電話してお願いします。いや、今日本人から話したいんですね。だから明日電話してお願いします。日本人と話したいんじゃなくて、日本人を騙すなっつってんの、ボケ。日本人騙すな、ミラ。お客様、今この問題は解決したくないんですね。そのために遠隔って言います。遠隔操作なんかしないよ。はい、だから電話を切ることができます。そんな時間がないんです。だからミラが詐欺やめたら俺も電話切るよ。じゃあやめるんだね、詐欺、ミラ。お客様、あなたは詐欺です。なんで俺が詐欺やねん、お前。なんで俺が詐欺なんだよ、おかしいだろ。俺が詐欺だ、どこ詐欺したんだ俺が。お客様、書類のことは何。はい、だからなんで俺が詐欺なの。お客様、この問題は今解決したくないんですね。だから同じ話いいから。だからミラが嘘ついてね、日本人からお金取ろうとしてるのがダメだっつってんのよ。お客様、うん、もうお客様いいから、お客様いい。俺は枝はじめだ、覚えとけ、枝はじめ。ちょっとなんだ、枝始めできるんだ。はマジクソだな。ちょっともう一回電話かけよう。いや、これほんと詐欺なんだよ、みんな。なんかフィリピン人か何かがウイルスも入ってないのに、ウイルス遠隔操作してお客さんのパソコンにウイルス入ってますって、だからこっちのソフト買ってくださいって言って金儲けしてんのよ。結構1年前からニュースにもなんか特ダネとかになってた。もしもし、はいはい、ここでクリックしてください。ダメだこれ、逃げた。ミラ逃亡。ミラ逃亡しました。これでもね、時間置いてかけたらまた別のやつ出てくるからね。一回だけかけてみるか。てか配信重い。大丈夫、配信重くない。重かったりって。もしもし、あ、もしもし、ミラ、ミラ、はい、ミラなんで聞いたの電話。
電話なんでシャットアウトしたの？お客様、今なんで電話しましたか？あ、ミラが電話を切ったからです。まだ話が、はい、話が終わってません。お客様、私はあなたに話すくることができないんです。なぜ？なぜ？もしもし、もしもし。あ、はい。お客様、お客様、今日はお客様の休みですか？お客様、仕事がないですか？仕事ありますよ。仕事ありません。なんでお客様またまた電話しますか？これは冗談のことですか？あ、違います。ですね、はい、おたくらがやってることは詐欺だから、それを伝えに行きましょう。あなた、なんて名前ですか？ないです、お客様。なんて名前ですか？ないです、お客様、ないです。お名前がない。私はパソコンサポート会社でございます。ジェームスと申します。ジェームズさん。そうです。ジェームズさん、ですから先ほども言ったように、パソコンにウイルスが入ってもないのに、うん、ウイルスが入ってると言ってソフトを買わせるのは詐欺じゃないんですか？ないです、お客様。自由は、もしもし。はい。お客様、パソコンの中にウイルスとか何を問題入ることができます。それでウイルスの問題将来のために入らないようにセキュリティ部外者の方から起動して差し上げます。ウイルスの問題入る可能性があります。ウイルスの問題いつも入らない、時々入る可能性があります、お客様。だからウイルスの問題入るとお客様注意が出ます。だからこのサイトからパソコンにウイルス入らないだろっつってんの。そうです、そうです、そうです。ウイルス入らない、うん、じゃあウイルス入らないこれ、うん、じゃあ何のサポーターなんだよここ。我が社のお金を受けるのはセキュリティ、将来のためにウイルス入ることができません。将来のためにパソコン 100% 安全になります。将来のためにじゃあウイルスソフトを買わせてるってことですか？そうです、そうです、お客様。そうです。いや、悪質ですね。だとしたらめちゃめちゃ悪質ですね。これだってウイルス入ってるから電話かけてくださいって言ってるのに、ウイルス入ってないのに話の中でウイルスソフトを買わせようとしてるわけでしょ。間違えた、お客様。新入社員、お客様、新入社員からお客様話しましたと思います。いや、ジェームズはどこの国の人なの？お客様、私はアメリカの国です。アメリカの国の人です。嘘だ、嘘つくなよお前。アメリカなわけねえだろお前。アメリカある、お客様、アメリカ。でも私は今東京に住んでる。アメリカじゃないですよね絶対。今東京から話してる。東京、うん。ジェームズフィリピンだよね。フィリピンじゃないです、お客様。フィリピンは別のことです。じゃあベトナムかな、ベトナムとかですか？フィリピンじゃないです。私はベトナム人じゃない。私は米国人です。絶対。まあいい、ジェームズ。じゃあジェームズなんていうの？ジェームズ何？ジェームズの名前の人たちは、お客様、アメリカに住んでますね。フィリピンにジェームズの人はないです。そこないです。フルネームジェームズ・エンダーセン。え？エンダーセン、ジェームズ・エンダーセン。じゃあ英語で喋ってもらっていいですか？もしもし、お客様。英語で喋れますよね、米国人であれば。英語で喋ってもらっていいですか？ Hi, yes, yes, I can speak in English. もしもし、はい、お客様、今時間無駄しないでお願いします。私は会社員です。だからお客様、仕事がたくさんある。お客様のから話するのお客様、私は時間無駄はい、することができないです。だから電話切ってください、はい、ありがとうございます、失礼します。 What?、うん、ありがとうございます、ありがとうござりますとか言って声真似でかけろ。じゃあ最後声真似でかけて終わるか。インターネット経由でおつなぎし、もしもし。やあ。ん、あれ、なんすかその声。もしもし、もしもし。はい。え、なんすか今の声は。なんなの、綺麗よく、相手がおちゃらけてきてるやん。もうエロサイト見るな。でもめちゃめちゃ悪質だったな、ミラ。俺の配信見てるとかないよね。ミラなんでもそれはないと思うわ。